昨日午後、京都大学の構内に私服の警察官が無断で立ち入り、学生らにおよそ3時間にわたって取り押さえられる騒動がありました。警察によりますと、京都大学で取り押さえられたのは、極左暴力集団などの犯罪捜査にあたる京都府警警備二課の巡査部長で、私服で勤務中だったということです。20人から30人の学生らに囲まれた巡査部長は、講義室の中に連れて行かれ、およそ3時間にわたって副学長らと話し合った後、退去させられました。当時、校内では2日に東京都内でデモ行進をした京大の学生が逮捕されたことに対する抗議活動が行われていました。まさか大学の中でこんな感じのことが起こっているとは、僕が目撃してしまうとは思ってもいなかったですね。京都大学は、事前通告なしに警察官が校内に立ち入ることは誠に遺憾とコメント。一方、警察は逮捕監禁容疑事件として調べることにしています。